はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、いつかは欲しいアメシャ、こちらダッジチャレンジャー SRT ヘルキャット、こちらを紹介します。はい、こちらですね、2017年型ダッジチャレンジャー SRT ヘルキャット、ブブー BCD で直輸入された車両になります。はい、で実はですね、昨年2021年に同じく BCD で輸入されたダッジチャレンジャー SRT ヘルキャットを行動試乗させていただいて、その時にすごいいいなと思いまして、で最近ですね、ダッジチャレンジャーのヘルキャット中古車を見つけるとちょっと撮影するようになってます。こちらの車両2017年モデルですんで、まあ、もう2022年になりましたんで、4年以上前に販売された中古車なんですが、ボディ外観はかなり綺麗です。ボディの傷とか汚れが、まあ、一番目立つブラックのボディカラーなんですが、ボディをですねぐるっと一周回ってみたんですが、目立つ傷汚れそういったものは皆無です。ボディの外観、エクステリアに関してはですね、ほぼ言うことなし、まあ、新車同然とまでは言いませんけど、中古車としてはかなりいい部類のコンディションになると思います。はい、でホイール純正の20インチで、このホイールがですね4本ともかなりいい状態を保ってます。はい、でこちらスノーヘルキャットですんで、タイヤは前後とも 27540ZR20 で、このタイヤなんですが、製造年周が16年の31周、まあ、つまりですね、新車時に履いてたタイヤだと思うんですが、まだですね全然溝が減ってないですし、かなりいい状態を保ってます。はい、こちらエンジンは 6.2 リッターの V8 スーパーチャージャー、まあ、このチャンネルでは割とおなじみのエンジンなんですが、この車両のエンジンかなり綺麗な状態を保ってます。でダッジのエンジン古くなってくるとですね、この鉄の部分、スチールの部分、まあ、オルタネーターだったりとか、まあ、この辺のですね鉄の部分が粉を吹いてきて結構汚くなるんですが、この車両はですね新車とそう変わらない状態を保ってます。はい、でエンジンスペック、最高出力が707馬力、最大トルクが 89.86kgm、 マイナーチェンジ前のユニットですんで、まあ、このヘルキャット系、ヘルキャット、レッドアイ、デーモン、スーパーストックとか、まあ、そのシリーズの中では一番ベーシックなユニットになるんですが、もうパワー的には必要十分ですね。はい、でヘルキャット、これまでもですねマフラーの音、排気音は何度か撮影したことがあるんですが、エンジンルームの音はあまり撮ったことがなかったんで、ちょっとですね、エンジン始動で軽くエンジン、アクセルを吹かしてみたいと思います。はい、やっぱ迫力ありますね。このチャレンジャー 6.4 のスキャットパックとかもすごいいい音するんですが、やっぱりですねこの下級機付きすごい迫力があります。はい、でこの車両基本的に純正ノーマルなんですが、このボンネットがですね艶消しのブラックにペイントされてます。でボディカラーがブラックなんでちょっと分かりにくいんですが、人間の目で見るとすぐに分かりますね。でこれはですねオプションとかじゃなくって、多分アメリカでカスタムされてるんだと思います。はい、それではちょっと内装を見てみます。内装フルオリジナル、フルノーマルですね。で2017年モデル、もう4年5年近く前の車両なんですが、内装はすごいいい状態を保ってます。はい、シートはブラックのレザーシートになります。でこのチャレンジャーシートの形状は一緒で、
ただシートの表面、このレザーだったりとかアルカンターラとのコンビだったりとか、まあ、ヘルキャットはファブリック、クロスは見たことないんですが、まあ、いろんなデザインがあるんですが、この一番シンプルなブラックのレザーシート、これこの車両はボディカラーもブラックですんで、まあ、合ってていいですね。はい、でチャレンジャーでですね、結構いいのがこのリアシート、セカンドシートですね。まあ、あの300とかチャージャーほどには広くないんですが、やっぱりカマロとかマスタングよりは少し広くて、まあ、子供ぐらいだったら普通に乗れます。でこれはですね、最近いいなと思うようになりました。はい、であとこちらトランク、トランクもですね、やっぱり広くて、セカンドシート倒せばかなり大きな荷物も積めます。で筆者みたいにですね、カメラ機材とかパソコンとかいっぱい持ち歩かないといけない人間は、この広いトランクルームはやっぱ魅力ですね。はい、こちらトランスミッションフロア式の 8AT になります。はい、でこちらのシフトなんですが、まあ、出たばっかりの頃はあんまりいいなとは思わなかったんですが、何度か取材して乗ってるうちにですね、意外に使いやすいなと思うようになりました。で結構ですね、握りやすくて、まあ、今風のダイヤルとかよりはこっちの方が好みですね。でこのシフターなんですが、左側に倒すとマニュアルモード、スポーツモードになります。はい、でこのチャレンジャー、まあ、このですね、シフターで下上で、まあ、これであのマニュアルシフト操作もできるんですが、やっぱりですね、このステアリング、ハンドルについてるこのパドル、これがですね、すごい使いやすいです。で右がシフトアップ、左がシフトダウンなんですが、これ前回行動試乗した際にやっぱりいいなと再認識しましたね。はいはい、今ですね、運転席ドライバーシートに座ってるんですが、やっぱりこの車両綺麗ですね。2017年モデル、まあ4年5年近く前の車両なんですが、すごいいい状態保ってます。でちょっとエンジンかけてみます。はい、でエンジンはプッシュスタート。はい、でこのヘルキャット、猫のマークが出る演出とかもいいですね。でこのメーターシンプルですごい視認性がいいです。はい、でこの車両走行距離 11,336 キロ、2017年モデルですが、走行距離はかなり少ないです。ローマイルで、もうこのぐらいだったら中古車でも全く気にならないですね。はい、でこちら昨年の試乗企画の時にも詳しく解説してるんですが、まあ、この純正のモニターで、こちらのですね SRT のボタン、こちらを押すとですね、ここでいろいろと車両のセッティングができます。でまあ、あのこのカスタムにすれば車両をいろいろ好みにセッティングできるんですが、今ですねお借りしているのがこのブラックキー、レッドキーじゃないんで、最高出力は500馬力に絞られてます。はい、じゃあ軽くレーシングアクセル吹かしてみます。はい、これですね、音もいいですし反応もいいですし、で振動もいいです。でやっぱりですね、この V8 スーパーチャージャー迫力ありますね。はい、こちら2017年モデルのダッチチャレンジャー SRT ヘルキャット、車両本体価格898万円。これですね、見た通り内装外装すごい綺麗ですし、ローマイルで程度はすごくいいと思います。はい、でダッチチャレンジャー、ヘルキャットに限らずスキャットパークとか RT、 もうグレード関係なく去年ぐらいからすごい値段上がってます。でこのクラスの程度で良好なヘルキャットが1000万円以下で購入できるんであれば十分に安いと思います。で最初に少しお話したように、最近筆者すごいこのヘルキャット気になってますんで、
まあ、今年ですね、こういった1000万円以下のヘルキャット、まあ、あればレッドアイなんかを見つけたらちょっと積極的に撮影していこうと思います。で、去年あたり結構300とか一生懸命撮影してたんですが、今年はですね、ちょっとチャレンジャー重点的に撮影してもいいかなと思ってます。はい。